ってたアイクさん最強。アイクさんのダッドリー、これキャラかぶせってやつですね。そうですよね。アイクさんのダッドリー何にしても50円16ドルぐらいしか持たないもんないや、まあわかる。キャラ選択の時点から体力減ってるもん俺も。結局あ、ほんとですか。ラウンド、おーっとー、これ結構多分戦えるカードだとのはず。意外にまあなんかそのガンフリットほどはない気はするんです。多分ヒューゴダットリほどじゃないと思いますよ。全然ヒューゴダットリはあれはやばいでしょ。あれやばいです。つまんない。結構やっぱ超電よくエレクっすね。あの、はい、やっぱエレクネクロ対空豊富だからバイソンタルシムじゃないですけどね、なんか結構いろいろできるっぽいですよ。ただダットリの火力が高すぎてっていうのは多分あるとは思うんですけど。なるほど。よくうまいっすね。うわー、ナイスガード。今の小橋をガードするか。アイクさん、あー、やるー。ラウンド取るはヤックのネクロ投げる。さあ、マイチングから、あ、入る。4ヒット繋がってた、繋がってた。ピヨってしまって、さあ、あっという間。これが言ってた16秒これは16秒ですよ。強すぎるあいつさん、本当に。おお、なるほど。出なかったエルク。結構ネクロって研究のしがいのあるキャラなんですね。全然見たことないもん、こんなネクロ。すごいですね。さあ、壊しに行くから確認で SA までつなげて。俺もうちょっとアイクさん見たいっす個人的なあれで。お、そう。さあ、同じやばい、カニバンから。さあ、一気に、これはこれは死ぬぞ。でっけー。いや、ジェッパだったらブロってたかもしれない今の。そうです。逆にちょっと一瞬だけ試合の関係ないなって思ったんですけど。